今日は9月の23日、秋分の日、月曜日です。ここは大阪市営地下鉄じゃないんで、大阪メトロの朝潮橋駅で、止めていただいた中村さんのご自宅の最寄り駅。ここにやってくる地下鉄に乗っていくと直通して近鉄線。この間行ったあの生駒山の麓の方まで出ます。台風は昨日の夜に行ってしまいました。夜はどうも風が相当強かったようですが、私は疲れて熟睡しておりまして何もわかりません。向こうには大阪港、海風があるので、気温よりも涼しく感じます。紀伊半島があまりにも大きかったため、この辺りではぐるぐるとよくわからない移動をしましたが、奈良県、和歌山県、三重県、訪れるのが難しい県もすべて訪れました。本日の目的地は愛知県名古屋市です。また名古屋に向かいます。途中、これからまず、京都、そして滋賀県米原、岐阜、それを経由して目的地名古屋、東海道本線を利用します。よろしくお願いします。稲荷駅も地獄のように混んでましたけど、反対側の列車も次を待つ人まで出るくらい。ここは外国人観光客に一番人気の京都のスポット、伏見稲荷大社の最寄り駅です。京都駅のコインロッカーは400円からだったんですけど、ここは300円からだったんで置いてきました。階段を上るのでさすがに荷物は置いた方がいい。駅を出るともう目の前に伏見稲荷大社の入り口があります。全国にある稲荷神社、ここが、一番偉いところということになってます。旧社格は寛平大社です。高校の時に中学から一回修学旅行で来ましたけどね、あんまり印象はないな。伏見って言えばね、お酒のイメージですけど、確かそういうのが有名なんでしょ。ここにいっぱい積んであります。あとは伏見城、秀吉が住んでいたお城がありましたけど、これもね、あの秀吉のお母さんかな、大政所の病気が治るようにと建てたものなんだそうです。なぜこれを建てると病気が治るのかについてはよく分かりませんが、稲荷大社といえば動画映えもするであろうこの千本鳥居が有名ですが、前に来た時には非常に過酷だった印象です。これずっと山の上までこれが続くので、まあ、上まで登ってって、まあ、さらに帰り道も別ルートで行くっていうのもいいんですけれども、これやるとかなり本当に疲れてしまいます。だからどこまで行くかはちょっと考えものです。竹田城よりきつくなかったです。あ、そうですね、確かにね。おお、すごいすごい。やっぱすごいですね、こうやって見ると。夜間照明があるので24時間の参拝が可能です。また、これの見学について料金は取られません。京都見物をしているとどうしてもお金がたくさんかかります。配管料などなんだなんだ、積もり積もってですね、3000円、5000円とかかるわけですが、いや、 やっぱただより素晴らしいことはありません。そしてね、まあ、みんなこのまま中に順路通り吸い込まれていくんですけど、外から見たら面白いんじゃないかなと思って見たら、なかなかの感覚、これギッチギチにもう詰めて作ってるわけですが、全部これは寄付によってできたものなんでしょうか。立てた日付とこれを寄付した人の住所と名前、それが書いてあります。大体は会社ですが、たまに個人がやる場合もあるようです。
思いのほか混んでいないのは良かったんですが、この道を全部行くと合計で4キロだそうです。だから私も前に来た時上までは行かなかったけどね、なかなか綺麗で、ここに書いてあるね、あの住所などを眺めるのもまた面白い、山城温泉かみたいな、そんな感じですよ。でこれなんですが、あのここはもうちょっと大型ですんで1本いくらなのか分かんないんですけど、でこれネットで調べたらこういうように値段が出てきたんですけども、1本あたりさっきまでの千本鳥居の、あの小規模なものが並んでいるところで17万5000円、ここに並んでいるものは多分38万3000円か48万2000円の、まあ、どっちかだと思うんですが、このようにこうずらりと並んで、まあ、それぞれの会社とか個人がお金出してるんですね。でお金出せばすぐにここに取り出せるのかって、そうでもなくて、結構順番待ちをするそうです。今はね、その古くなった鳥居を交換するというのの順番を待つために、だいたい 4,5 年ほどの予約をして、順番待ちをして、それでやっとここに建てることができるというわけです。一番大きい鳥居は、まあ、それはどこにあるのか分かんないですけど、130万2000円で10号鳥居というのが建てられるそうですけどね、柱の直径の大きさを表して、あ、なるほど、じゃあ、入り口のところにあったやつが、縦横ともに2倍の大きさになるってことかな。外国人たちの持ち物といえば GoPro、iPhone、そしてビデオカメラなど、結構しっかりとしたマイクを持ってきている人もいて、 YouTube にアップロードするために何かナレーションをつけながらやっているような人も多いようです。あとは自分のガールフレンドの写真を撮ろうと躍起になっている男性の姿も見られます。大型のやつだと平成10年というものもあるそうですが、あの江戸時代ぐらいからこの千本鳥居とか、この鳥居のずらずら並ぶ歴史はあるんですけれど、稲荷大社の中にある鳥居の中で一番古いものでも明治時代だということで、意外と朽ちやすいんですね。商売繁盛のご利益があるんだそうで、結構会社がいろいろ出してるんですが、多分これ焼肉のタレですよね。大きな大きな神社、鳥居か鳥居。この岸田博子さんという人が何者なのかは分かりませんが、この方もまた個人で非常に大きなものを建てられました。一番高いやつで、あのニューヨークに行く航空券とね、同じぐらいの値段がするわけですけど、まあそれでこんだけ大きいものだったら結構持ちそうだからな、なんか宣伝には役立つかもしれないですね。もう十分に満足しました。これ以上奥はですね、ちょっとまたなんか今度本気で気合を入れてきた時にしようと思います。だからコインロッカーもまあ預けなくてもよかったかな。ご覧いただきましたように大変写真映えしますんで、ここで撮ったものを SNS などにアップロードして、一人でも多くの外国人を京都に呼び込み、外貨を獲得して日本を豊かな国にするという作戦が望まれます。あー、200キロだ残念。さっき乗ったのがね、1002だったんですけど、これは1002とは書いてないんで、これ違う、これ0番台、これ0番台ですね、これね、そうだそうだ。このままでもいいけど、暑いか、いいや、いいや。もうみんなと別れましたけどね、中村さんいつもね、めちゃくちゃおごってくれるんですよ。もうこっちが恐縮するぐらいにおごってくれてね、お金出そうとしてももらってくれないんで、今回もえらくお世話になってしまいました。これ改めてお礼を申し上げると同時に、もう本人を映すことができないので、代わりに中村さんね、あの田舎が鳥取であり、まあ、中村さんの出身が鳥取なわけじゃないですけど、あのスーパーハクトもかなりお好きなので、お礼にこれをよく映しておくことにします。京都から乗ったこの列車は、この間岡山と倉敷の間ですごく速く快適に走ってくれた、あのサンライナーに使われていたのと同じ車両です。私結構これ好きなんでね、京都でも走ってるからちょっと乗ってみたんですが、残念ながら次の駅から違う方向に分かれてしまいます。まあ、なんでしょうがない、次の駅で降りるしかないんですけれど、一駅だけちょっと乗って楽しんでみました。京都周辺はこのように険しい山が多く、この間もご紹介したように山越えのための工夫がいろいろなされています。
野駅で途中下車。ここは前にも寄りましたが、前に来た時は暗かったので、ここでしたよね。お城を見に行こうと思います。おお、やっぱり前はダメでしたけれど、見える見える、いいのお城、彦根城。列車からも、ね、一瞬だけ実は見えなくはないんですけど、でも駅で降りなければダメです。あそこまでは1キロ歩いて登らなければいけません。疲れますんで、これだけでいいやね。これだけでもね、ちらっと見てまた次10分後ぐらいの列車に乗るってのもいい観光じゃないですか。いいだけに。駅に置いてあるのは国宝の彦根屏風。あれですよ、国宝って言っても本物じゃないですよ、これは複製ね。駅にそんな国宝が放置されたらさすがにビビりますからね。江戸時代の初め頃の彦根の様子を表した絵だということですが、国宝になっているとはすごい。しかしこれ背景もうちょっとなんとかなんなかったのかな。これだらっ広いなんか砂漠みたいなね、地べたなところでやってるのか、それとも広大な部屋なのか、まあどっちかって感じですよね。背景描くのめんどくさかったんだろうな、違うかな。でも国宝になるんだから古いというのはすごいことですね。多分実際にはもっとすごいんだろうけど、この人まだすごい。これなんだろうな、これナンパしてるんですかね。でも、あ、すいません、もううちは亭主と子供もおりますんで、あ、なんだそれはダメだなみたいな感じでしょうか。ねえねえお母さん、あっちに悪い男がいるよ、あんなやつはほっときなさい。多分この人がご主人なんでしょうね。まあ全部適当ですけど、随分この彦根では、これチワワかな、全部小さいね。この足の倍ぐらいの大きさしかないじゃないですか、足の平のね。小さい犬飼うのが流行ってたんだな。なかなか突っ込みどころがある面白い昔の絵です。米原駅に行きました。ここは北陸線福井石川県方面の分岐点ですが、もうもちろんそちらには行きません。前に米原に来た時はもう何にもないとかですね、大都会米原だとか、まあ、実際駅の周りになんか食事をするような場所はね、夜になるともうなくなってしまうから、そんなに何にもないという発言が外れていたものだとも思いませんけれど、まあ失礼なことばっかり言ってですね、お金はもらったらそれちょっとどうかなと思いますんで、こちらとしても改めまして米原駅の周りをしっかりご紹介しようと思います。駅の周りと、それからもう一箇所、米原のサメ貝塾という東海道の宿場町、東海道じゃないな、宿場町を見に行く予定です。あれあれ、ね、私駅から歩いて 500m のところに琵琶湖があるっていう風に聞いてて、駅の地図にそう書いてあると思ったんですよ。だから今一度駅から 500m ぐらい来たんですけど、なんか見たらね、全然琵琶湖なんかなくて、むしろなんかもっとうんと離れてた、なんか間違いだったみたい。しょうがないんでね、とぼとぼ米原駅に帰ってきました。まあ米原市の魅力は米原駅周辺にしかないわけじゃないですから。でもね、これは本当に断然おすすめしますけど、前原駅に出店している伊豆屋、駅弁の伊豆屋さん、これめちゃくちゃ美味しい、いい駅弁作るんですよ。この蕎麦やうどん屋についてはちょっと私、作ることがないんでわからないんですけど、このね、近江牛乳弁当とかね、ここはね、めちゃくちゃ美味しかった、本当に美味しいんで、少し値段が張るかな、量の割には1000円ぐらいですから、ぜひおすすめします。今日の予算はですね、一応ここに出てるんですけども、7200円ということになってますので、中村さんにご飯もごちそうになっちゃったおかげでね、まだほとんどお金使ってないから、その美味しい駅弁買ってっちゃいますか。ああいう風にね、新幹線ホームと北陸線の特急との乗り換えのところで売ってるんですよね。これですが、近江牛とは書いてないですけれども、多分この辺で取れた牛肉だったと思います。これ美味しいんですよ。もっとね、カレー味とかいうやつがあって、カレー味は本当気が狂うほど美味しかったんですが、ちょうどこの辺の名物名所の案内が書いてあります。伊吹山は米原市と、岐阜県の何でしたっけ、大垣市になるのかな、そこを隔てる山。それからこれから向かうのがサメ貝、マスを育てているということでサメ貝養尊場と書いてあります。あとはこの米原周辺はこのフジテックの建物、さっきも確かにね見えました、カメラには映しませんでしたけれど。それからあとこれもそうだな、トガンジって言ったのは、これもなんか米原のやつらしいんですけど、あんまりでも行ったことはないな、私も琵琶湖もっと近いのかと思ったんですがね。米原駅の地図でね、琵琶湖まで 500m ぐらいってなんか書いてあったと思ったんですけどね、ずっと前からそれよく見てたんですけど、なんか別にそういうことはなかったみたいだな。私の方の多分見間違いなんでしょう。放送聞いてみてください。JR 西日本はこのように列車が駅に来るときに音楽をかけるのですが、
この滋賀県周辺で流れている曲がね、2つ列車が同時に到着するときになるともう頭これ本当におかしくなりますよ。ちょっとなんとかなんないのかなって思うんですが、一応音が違うものをそれぞれのホームで使っているようです。まあ、米原周辺は確かになんか目立ったような観光地とか大きな街があるわけではなかったですが、まあ、逆に言うと多分乗り換えの街として栄えたっていうことなんでしょうね。だから新幹線もたくさん止まるし、まあ、もちろん乗り換え地だから当たり前ですが、乗り換えの人たちが買い求める駅弁も美味しいというわけです。これがおそらく米原の魅力なんじゃないかな。今回は時間の関係で紹介しませんでしたが、駅の近くには新幹線の研究所もあります。雨が降りそうで心配ではあるんですけれども、一駅お隣の鮫ヶ井駅に来ました。おそらくここが米原市で一番の観光のポイントじゃないかな。こじんまりとした駅ですが、列車は30分に1本やってきて、駅の周りにもいろいろあります。コンパクトながら米原駅よりも賑わっているようにも感じさせられます。駅のすぐお隣には鮫ヶ井水の宿駅と書いてありますが、これは道の駅とは違うようですけれど、平成の名水百選、それに選ばれたこの辺りの湧き水、これただ選ばれただけではなくてね、第1位となってますから相当のものです。なんとか百選に選ばれるっていうのはね、まあ、100個もありますからそこまで難しいことじゃないのかなとも思うんですが、その100個のうちナンバーワンになるというのはすごいことです。駅の周り片側1車線のこの道は国道21号線で、愛称は中山道。江戸時代に整備をされた五街道のうちの一つ東海道は、東海道線とルートが草津と名古屋その間で異なっておりまして、つまり今いるあたりは通っていませんでした。しかしじゃあ全くそこが何でもない、もう道も適当なところだったのそうではなくて、ここもまたメインストリート沿いにあったところです。こちらは中山道の鮫ヶ井宿場町として栄えた町だから、やっぱり今中山道ってのは中央本線みたいなもんですから、こっちもそれなりに重要な道であったことは変わりません。江戸時代にはそういう重要な町だったもんですから、現在でもこのように米原周辺よりも栄えているように見えます。こちら登録有形文化財の鮫ヶ井宿資料館と書いてありますが、もともとは郵便局だったようです。鮫ヶ井は歴史ある町、つまり昔から重要であった町だから、昔重要な建物が早くから建てられたってことですかね。猫が歩いていましたがちゃんと避けたみたい。水沿いにも古くからの建物はたくさんあって、それらがちゃんと整備をされていて車も入っています。これ古い建物がいっぱいあるところってのはありますけれども、田舎に行っちゃうとね、そういう古い建物が廃墟になったり空き家になったりしてますん でちゃんと一個一個使われてるっていうのが宿場町の魅力かな。でこの鮫ヶ井ですが、なぜ宿場町になったのか、まあ、人々が休むところとして選ばれた理由は水がきれいだったからです。きれいな水のあるところ、みんなその美味しい水を飲んで一息つきたいですから。昔からここに住んでいた人たちは多分相当水と親しみがあったんでしょうね。これ多分乗って大丈夫なんだと思いますけど、いいね、大丈夫だな。こんな風にね、こう家の裏手というか、こう裏口というのかも分かりませんけどね、こっち側にこう川に面した出入り口なんかが設けられていて、こう水のある風景って私結構好きなんですけど、独特のいい眺めじゃないですか。休みの日になると日の丸を掲げるようなお家もこの辺はまだまだ結構多いようです。でね、鮫ヶ井宿の見どころとして知られているもののご紹介なんですけども、この橋の下のね、こう分かりますか、こう植物の塊、これね、かなり珍しいやつだそうなんですけど、まず水触ってみよう。おー、結構冷たいな。ちょっとぐらい飲んでも大丈夫。うん、おー、おいしい。さっきからこのように塊になって一部を水面に覗かせているこの植物ですけれども、バイカモというそうで、結構珍しいものだそうですね。このサメガイの名物になっています。
今ちょうどですね、あの春の初めからなんか夏の終わりや秋口ぐらいにかけて花を咲かせるんだそうですが、お花も咲かせてくれております。まあ、いわゆる水草ですよね。でこれは冷たく清らかで流れのあるところでしか育てることはできないのだそうで、こういう、ね、水草マニアみたいな人が水槽で生育させようとしても、なかなかうまくいかないんだそうです。こういったものがたくさん生えています。ちょうど綺麗に花も咲かせてくれています。いいな、ここめちゃくちゃいいですよ。ここあの前原なんもないじゃない、めちゃくちゃいい場所があるじゃないですか。しかもここあの駅からそんなに離れてませんね。歩いてね5分ぐらいで着くんじゃないですか、ここまで。あの東海道本線の沿線ですよ。いや便利で綺麗なところだ。それぞれの建物の入り口まで全部こう橋で渡っていくっていうのが、これがねまた趣があって非常によろしい。こんな感じですよね。向こうも全部橋がこう連なっております。でまたこれなんですけど、ちょっと不思議ですね。こっち側に石をこう並べて水をある程度せき止めて、こちら側の流れを急にする、何か意図があるんでしょうか。ほんで水の音を聞きながら、木彫り美術館っていうのがなんかあるみたいなやつ閉まってるんで、そこの前のベンチで買ってきた駅弁を食べます。これですね、まあ、これが近江牛なのかどうかちょっと、ね、分かりません。あの近江牛とは書いてなかったので多分違うんじゃない。まあまあいいや、それはね。あの本当は川沿いのところにあるベンチあるんで、そっちで食べようかなと思ったんですけども、あのやっぱり水場なんでね、あの今の時期9月の、24日ぐらいかな、それでもまだあの蚊がおります。だからちょっと離れたところで、でも水の音が聞こえるから十分。井筒屋の弁当本当美味しいですからね。うん、あでも美味しいけど、あの正直言って近江牛なんとかって書いてある弁当の方が美味しいかもしれない。あれ本当美味しいですか、食べた方がいいですよ。米原名物。結構混むんだなこの時間は。座れそうにないぞ、これは嫌だな。岐阜駅に到着。結構都会的な駅ですよね。これすごい、シンガポールを思い出すなっつったら褒めすぎかな。でもシンガポールをイメージしますね。うん、あそこにありますのは織田信長の金ピカの銅像。岐阜にはあの斎藤道さんという人がいましたけど、その人が建てた岐阜城を織田信長が、倒しまして、それからは、その岐阜を拠点に信長が活動するようになりました。安土城とか作ったのは結構後半なんですよね。岐阜は海なし県なので、日本一周旅行ではあまり深く触れる機会がありませんでしたが、この岐阜市のみ日本を代表する文化、岐阜の鵜飼を見るために立ち寄ることにしました。今の気温は25度、秋の風が涼しいですが、ちょっと強くて寒いかもしれません。岐阜県自体ね、私は結構好きですよ。あの宿場町の綺麗なところとかね、あの山が素晴らしい、御嶽山とかもこの間噴火しましたけど、立派な山であることは違いません。でも岐阜駅ってこんなにすごかったっけな。いつもね来るたんびにずいぶん綺麗だなと思うんですけど、あんまりなんかびっくりばっかりしてると岐阜市に失礼だと思いますんで、このぐらいにとどめます。バスで持ってきました。20分。ずいぶん田舎な感じになりましたけどね。岐阜市というのは広いのですが、ここにあります、これあります、これはね、うではありません。これただの詐欺ですね。あのたまたまいるやつで、今日もねちゃんと、やるようです。ここに船がずらり、毎年6月ぐらいから10月とかだったかな、また皆さんに調べていただきたいんですが、あの増水してたりとか、あと中秋の名月がお休みなようですけれども、基本的にそういうの以外は毎晩やっている。これが岐阜の名物、鵜飼の観光船です。でこの船に乗らなければ鵜飼が見えないのかというと、そんなことはなくて、望遠のビデオカメラなどを持っていけば見ることはできてしまいます。でも近くで見んだったら、あれ乗ってお食事しながらのが楽しいでしょうね。暗い道を照らしながら川岸を歩いたら、もうすぐ川のほとりまで出られるようなところに来ました。今ね、始まるまでの時間稼ぎか、こんな人が踊ってるのもやってます。さっきは花火も上がりましたよ。さっき米原で買ったお弁当を食べてたのね、主役が来ましたよ。あの日はもちろん明かりとしての意味もありますが、またあれで水面を照らすことによって水中にいるアユがびっくりして、うわなんだなんだなんだ、それでですね、うおうさおうする、そのことによって、鳥が見つけやすいという意味があるんだそうです。
まずそもそも皆さんに鵜飼とは何かをご説明しないといけません。鵜飼というのは、鳥をまずたくさん、紐で湯がいておきまして、それを水の中に泳がせて、そうすると自分でお腹が減って魚を食べるので、その食べた魚を後から吐き出させるという漁の仕方。現在では効率がそれほどいいとは言われなくなっていますので、観光用のものが全国にある程度残っています。この岐阜の鵜飼が全国で一番有名なものです。私も見るのは初めて。あのような伝統的な衣装を着た人がいますよね。で、ヒゲみたいなのを生やしたおじいさんが前側におられるわけですが、その方の手元には縄が結わえつけられていて、今ちょうど上がってきました海鵜。あんな風にですね、こう捕まえ上げて、そして飲み込んだお魚を外に今吐き出させています。でそんなね、要するに嘔吐したものを食べるのがちょっと気持ち悪いんじゃないかと思うかもしれませんけども、お腹の完全に胃袋の中にまでに入っていくわけではなくて、喉にある程度こうぐるぐるぐると湯合いつけた、逃げないようにするための目的もある紐、それでもって、ある程度の大きさの魚はもう喉の奥に入らないようにと、ロックがされているわけです。だからそれを、あ、もうこれお腹喉に突っかえちゃうよみたいなやつを、鵜を捕まえてきて、また、ビクというかね、その魚を貯めておくところにペット出させるし、また小さいものに関しては普通に鵜のご馳走になるのだそうです。こっちからもね、また今やってまいりましたけど、あんな風に火の粉がメラメラと飛ぶんですね。なんかあれは多分燃料なんだろうと思いますが、長良川の鵜飼が全国でも有名なのは、この鵜が宮内庁に献上される、まあ、要するに、天皇陛下などがお召し上がりになる、そういった高級なものだからです。まあ、それもともとなんでそうなったのかというと、これ伝統的な文化ということで、織田信長が最初にこれを観光で見せるのを始めたんだそうですけれど、それもだんだんと明治ぐらいになって衰退してきたので、じゃあこれを皇室献上ということにできないか、いろいろ掛け合った結果、明治天皇もお気に召し、じゃあこれを毎年こっちへ持ってきてくださいねということになって、まあ、それからですね、宮内庁御用達の箔がついて、無事に現在にまで至る名物となっているんだそうです。ここで取れる鵜は食べませんけど、鮎は相当高級だそうですね。ものすごい値段で普通には手に入らないとか、そんなこと聞きましたよ。この中に鳥が潜らされておりまして、どうもだいたい1人で5羽から10羽ほどこう連結してですね、それで引っ張るのだそうですけれど、鳥もまたこのように懸命に水の中に潜って、今何かこう捕まえてますね。鮎を口にくわえているのも見えます。で、鮎がどうもこれは捕まえられているようだというのを見ると、鵜匠という人が手元にある紐を手繰り寄せて、鵜の首根っこを捕まえて入れ物の中に落とすというやり方をするわけです。あ、今なんか捕まえたみたいですよ。もう終わったんだな、あの一瞬では分からん。しかしこんな岐阜市内のね、大きな川長良川、そこにそんなにたくさん鮎がいるのか、これ毎日毎日やってますから、そうするとなくなってしまうんじゃないかという気もするんですが、実は公式に皇室に献上される鮎など、そういうちょっと一部、ここはそういう専用に取るから普段は漁をしない場所っていうのがあるんだそうでして、この辺りは割とね、6月から10月まではずっとやってるわけですから頻繁に見られるところなんですけれど、もっとたくさん高級な鮎がいるところというのもあります。確か私の記憶違いでなければ、現在でも宮内庁からなんかこの鵜をやる鵜匠の人はね、階級をもらうみたいな、その職名がちゃんと決まってるんですよね。まあ、公務員とかそういうのとは違うんでしょうけれども、ちゃんと国に認められたお仕事だということです。この間通ってきた四国愛媛県の伊予大津、あそこでもね、確か鵜飼をしていたはずですよ。これを見てるとね、船に引っ張られてなんかかわいそうなんじゃないかって気もするんですけど、割と普段鵜と人間は仲良しで暮らしてるんだそうでして、なんかね、同じ家で暮らしてるみたいなこと聞きましたけどね。だから鵜の方も、まあ、割と配慮してもらってるんで、そんなに人間に対して嫌な印象も持たないらしいです。実際私もああいう風に飼ってる鵜をね、前に広島で見た時に見せてもらったことあるんですけど、だいぶ人間には懐いているようでした。鵜っていうのはこの間確か広島でもね、太田川のところで私撮ったと思いますけれど、結構そこら辺にいる生き物です。カワウと海鵜がありますが、これは海鵜。そのままお魚を丸飲みするので魚に傷がつかない、だから高級なお魚だということです。それからね、一瞬で飲み込んだ瞬間に魚が締めて窒息死するので、それがまた美味しいのだそうですけれど、本当にそうなのかな、食べたことはないんで分かりませんが。うわ、引きずられてる。ちょっとかわいそうなので、あ、今そうか、捕まえられたんだな。ちょうど今何かお魚を手に入れたんでしょう。
あそっか、水から引き上げられるときにああやって水の中でわーってなんですね。ちょっとかわいそうなシーンに見えなくもありませんが、まあ、そこら辺にいるウに比べればかなりいい餌をいつももらっていて、快適な環境で暮らしてるんだと思うので、まあ、あのぐらいの務めはウも割り切っているのかもしれません。鵜飼の後半になるとずいぶん船が隊列を組んでみんな一列に来ました。遊覧船もね、すぐ脇には来なくなったから、これ一番の見物なんじゃないかなと思いますが、ただで見られてしまってなんだか申し訳の立たない気分です。あんなにいっぱいうじゃうじゃというのは初めて見ましたけど、お互いがこんがらがって事故になったりしないのかと気になります。規模は今まで見た鵜飼の中で最も大きいですが、もっと数が増えることもあるようです。あんなにいっぱいいるか。向かい側の旅館を見るとこんな感じでゾロゾロゾロと壁沿いに人が集まっているのが見えます。部屋からもみんな見てますね。そりゃ見るよな。さっきの一団が行ってもうこの鵜飼ショーは終わったようですけれど、なんか見るとね、さっきここにあったの旅館もうちょっとさっき暗かったですね。急にね明るくなりまして、多分鵜飼の、まあ、なんかその団体とそれからこの旅館と協力してるんでしょうね。やってる間だけ暗くしてあげて、もう鵜飼が終わったので、看板もつきました。まあ、逆に言うとあの看板がついたら終わりだと合図になっていいかもしれません。多分なんか鵜城の人が何か遊覧船に見せてあげるんだ、見せてあげてるんだろうと思いますが、こっちからでもね行けば盗み見ることは容易なんですけれど、ちょっとさすがに金払ってないのに悪いなと思いますんで、これはまた今度お金払って遊覧船から見させてもらおうと思います。創業明治25年人形専門。岐阜市は本当に結構大きくてね、さっきの川のところまで4キロぐらいあるんですよ。まあバスが便利ですね。本数もたくさんあるんで大丈夫だと思います。じゃあこの動画はここで終わりと言いたいところですが、この動画は一応名古屋まで、明日の朝は名古屋でモーニングを始めるところからやろうと思います。 JR 東海の駅の自動販売機ではなんかこのミニッツメイド系をよく売っておりまして、この中にグレープフルーツと、オレンジジュースとミックスジュースとありますからね、まあ、どれも美味しい。よくバイト終わった後疲れた時にね、東京駅で東海の側まで行って買ってましたよ。